東北高校から2球団競合の末ヤクルトへ、高卒新人ながら27試合の登板で5勝、シーズン前半は2軍も後半に1軍へ昇格、先発で9試合に登板し4勝、プロ初ホームランを放った開幕ローテも制球難により2軍降格、主にリリーフとして36試合に登板、危険球によりわずか1球で退場や1イニング3暴投も記録、中継ぎ陣唯一の左投手としてチームトップの52試合に登板、8セーブホールドポイントも記録、課題の制球難を克服できず極度の不調に1試合の登板にとどまった。シーズン終盤に野手転向を首脳陣から打診され、野手としての練習を本格的に開始、2軍で規定打席に到達、打率2割8分3厘、4ホームラン、35打点という成績を残した。登録名を変更、2軍で打率トップの成績を残し、野手として初の1軍昇格、野手として初の開幕1軍初安打を記録、シーズン終盤は1番センターに定着、8年ぶりのホームランを放った。外野のレギュラーも守備中に右膝を負傷し先制離脱、初の月間 MVP、 初のオールスター出場、初の2桁ホームランなど活躍し初のベスト9に選出、10月2日の対阪神戦で14年ぶり7度目のリーグ優勝を決めるサヨナラタイムリーを放った。左脇腹の怪我で登録抹消、規定打席と打率3割にもわずかに届かず、開幕から40試合で4番を任されるなど好調も、試合中に右手を骨折し先制離脱、3年ぶりに規定打席に到達し2桁ホームラン、打率3割、入団16年目で初の年俸1億円に到達、131試合に出場し打率2割7分3厘、12ホームラン、56打点を記録、43試合の出場にとどまり打率2割2分3厘、ホームランは0に終わった。1軍出場がないまま現役引退を表明。